トーマス・ヘルマーはドイツ出身の元サッカー選手。ヘルマーはスーイーパーでのプレーを好んだがセンターバックで起用されることが多かった。彼は1986年にアルミニア・ビーレフェルトで選手キャリアをスタートさせると1989年にボルシア・ドルトムントへ移籍。1992年にバイエル・ミュンヘンからオファーを受けたがクラブ側が 国内のライバルクラブに選手を移籍させることを望まず、フランスのオリンピックリヨンへ移籍。リヨンは、その3ヶ月後に、当時の最高額となる750万マルクの移籍金で、バイエルンミュンヘンへ売却した。バイエルンミュンヘンでは首相を務め、3度のブンデスリーガ制覇、1度の DFB ポカール制覇、1度の UEFA カップ制覇に貢献した。 1999年にバイエルンを離れ、イングランドのサンダーランドへ移籍したが、当時のピーター・リード監督の下では、出場機会をつかむことができず、ヘルタ・ベルリンへのレンタル移籍という形で、ドイツへ帰国した。契約満了により、サンダーランドに復帰するが、リード監督から足の故障を理由に、戦力外を宣告され、1999から2000。 シーズンを最後に現役を引退した。西ドイツ代表としては1993年にスウェーデンとの親善試合で代表デビューを飾った。1994年の FIFA フフワールドカップ、アメリカ大会ベスト8進出、1996年の UEFA 欧州選手権1996優勝、1998年の FIFA フフワールドカップ、 フランス大会ベスト8進出に貢献するなど国際 A マッチ65試合出場5得点を記録した。引退後はスポーツジャーナリストとしてドイツのスポーツ専門番組ドイチャススポートファンス編の司会者を務めた。また子供を対象とした事前事業 FIFA4SOS チルドレンズビレジェスのドイツ大使を務めている。ありがとうございます。